い、こんにちは、メガネチャンネルです。ただいま平日の朝9時半です。今日は無印良品銀座店にある無地ダイナーに朝食を食べに来ました。はい、無印良品見えてきました。じゃあ早速入ってみます。無印良品自体はまだ開店前なんですね。無地ダイナーだけオープンしてます。無地ダイナーは地下1階にありますので、階段を降りて地下1階に進みます。夜来るとね、ここいつも混んでるんですけどね。はい、無地ダイナー着きました。平日の朝だったんで、お店の中はもう貸し切り状態みたいな感じでした。こちらが朝のメニュー表です。すっごい悩んだんだけど、豆腐が美味しいって聞いてたので湯豆腐セットを頼みました。あとね、サラダバー頼みました。採れたて野菜がすっごい美味しそうでした。サラダバーはおかわり自由じゃないので気をつけてね。見てこれ、玉ねぎのローストです。とってもね、甘くて美味しかったよ。ドレッシングはね、4種類ぐらいあったかな。結構変わった味がね、ありました。はい、こちらが湯豆腐セットです。店員さんが声をかけてきてくれたんだけど、聞いたところによると、このお豆腐は沖縄で作られてる豆腐を再現してるみたいです。海水を使って作られてる豆腐なので、沖縄から塩を取り寄せて、わざわざ塩水を作って、それで作ってるみたいです。はい、ここが豆腐工房です。ここで毎日豆腐作ってるんですね。はい、朝食美味しくいただきました。ゆったりね、のんびり朝食食べれる場所なので、とってもおすすめです。メガネチャンネルで、朝といえばパンですよね。見てください、これ、焼きたてのパンがすごいいっぱい並んでました。見て見て、カレーパン、もうこれね、当然食べましたけどね。ロールパンが1個90円で、すごく美味しかったですよ。山盛りのクロワッサン、すごい、これもね、買っちゃいました。見て見て、アンパンです。こんなに並んでると可愛いですね。はい、野菜売り場です。前回来た時とはやっぱりね、野菜のラインナップが違うんですよね。この日はオクラがね、いっぱい置いてあって、すごい美味しそうでしたよ。お弁当のコーナーもいっぱい並んでました。これからね、お昼を買いに来る人がいっぱいいるのかな。見て見て、この刺繍可愛くないですか。カレー刺繍。ということで、朝の無印良品銀座店無地ダイナーの朝食をご紹介しました。平日の朝、誰もいない無地ダイナーでね、朝食食べるのってなんかすごく贅沢な気分でしたね。みんなも時間を作ってぜひ行ってみてね。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあ次の動画で会いましょう。バイバーイ。